キロットです。ということで今回は好きな人と両思いか確かめる方法9選を紹介していきます。ちなみにみんな脈割りと両思いの違いって知ってますか？簡単に説明すると脈割りはアプローチ次第で付き合えるかどうかが変わるようなもので両思いになると脈割りよりも付き合うのに近づく、そんなイメージです。なのでもちろん両思いを作るよりも脈割りを作る方が簡単です。で今まではどっちかっていうと脈割りというよりかは確実に両思いみたいな付き合うのに近い状態の両思いサインについて話してきたんですけど、やっぱりまだその段階まで行ってない、 100% 見抜くのがちょっと難易度が高い、スキルが必要だっていう人も多いようなので、今回はそんな 100% ではないけど脈割りだとしがちな行動を紹介していこうと思います。なのでイメージで言うと大体まあ脈割りから両思いのちょうど中間くらい、あなたに対して気になっているというようなサイン、これをここに紹介していこうと思います。 100% を見抜けるようなものの方がいいんじゃないか、 100% を付き合うサインの方が大事じゃないかっていう意見もあると思うんですけど、なんで僕がこれを公開しようかと思ったかというと、ちょっとでも早い段階で相手が自分のことが好きかもしれないって思った方がモチベわけじゃないですか。でどれだけ相手のことが好きで頑張っててもなかなか相手の気持ちが見えてこなかったり、全然自分のことが好きそうじゃないとどんどんモチベが下がっていってしまって、相手のこと自体好きじゃないような錯覚に陥ってしまいます。でやっぱり相手のこと好きでいればいるほど、どうやったら相手のことを喜ばせられるだろう考えられるようになるので、好きでいるに越したことはないんですよ。その時に今日の動画の内容を使って、もしかしたら脈割りかも、あ、3つも当てはまってるからかなり脈割りの可能性が高いってことが分かれば、アプローチする時も自信満々に振る舞えるじゃないですか。で自信なさげにアプローチしてるよりも自信満々にアプローチしてる方が好きな人からも魅力的に思ってもらえるわけじゃないですか。ということで好きな人の気持ちを知るためにも、モチベを上げるためにも、今日の動画をぜひ最後まで見進めてください。繰り返しにはなりますが、今日の内容は1個当てはまってたら確実に付き合えるとかそういった話ではないので、もしそういった両思いサインを知りたい人はこちらのサムネの動画をチェックするようにしてください。1個目から紹介していくんですけど、後半になればなるほど両思いの可能性が上がるものになります。では早速1つ目から、好きな人と両思いか確かめる方法1つ目は相手の視線に注目することです。で目があったら両思いとか、逆に好きな人に対しては目をそらすとか、いろんな意見はあるんですけど、このあたりは人によって変わってくるのであまり参考にはしないようにしましょう。じゃあ目線の何に注目するかというと、初対面で会った時、仲良くなる前と今で比較します。相手とそんなにまだ仲良くなってないのであれば視線に大した変化はありません。ただもしあなたのことが気になり始めてる、好きになり始めてるのであれば、相手の目線に変化が生まれます。あなたもそうですよね。好きな人を特に意識する前は普通に見れていたのに、好きになった瞬間からあまり顔を見て話せなくなったとか、逆に今までは普通だったのに好きになったことで好きな人の行動を目で追っちゃうようになったとか、こういった感じで気持ちの変化で視線って変わるんですよ。ここまで具体的に言語化しなくてもいいです。見る時間が長くなってるとか、逆に目を見なくなったとか、そこまで細かくなくてもいいので、なんか前と変わったな、このくらいの違和感で大丈夫です。こういった視線の違和感を感じたら、もしかしたら相手があなたのことを好きになった可能性があります。続いて両思いを確かめる方法2つ目です。2つ目は2人の距離です。で心理学の実験で心の距離と物理的な距離は比例すると言われていて、仲良くなればなるほど2人の距離感が近くなります。逆に警戒されているうちは相手と離れた状態で話す人が多いです。でこれも視線の話と同じで、元から近づいて話しがちな人もいれば、仲良くなってからも遠い人もいます。なので他人との比較ではなく、以前の相手と比べて距離が近くなったかどうかを見るようにしましょう。好きな人が前よりも近くで話すようになったら、あなたのことが好きかもしれません。続いて両思いを確かめる方法3つ目です。3つ目は LINE の既読スピードです。これも繰り返しになりますが、1つ目2つ目同様、元から返信が早い人、元から返信が遅い人もいるので、周りと比べて LINE の既読が早いと遅いではなく、以前の相手と比べて早くなったかどうかで見るようにしましょう。 LINE の既読が早くなってきてたら、あなたの優先順位が上がってきている証拠なので、脈割りの可能性があります。そして両思いを確かめる方法4つ目が、他の異性と話している時に嫉妬してそうかどうかです。今までだったら特に相手のことをどうも思ってない時って、別に他の異性と話してても何の感情もありませんが、多かれ少なかれ自分の好きな人が他の異性と話してたら気になってしまうものです。でこれも好きな人が嫉妬してるかどうかを調べるのって難しいので、違和感程度で大丈夫です。例えば好きな人が見てるところで別の異性と話してみて、その後すぐに好きな人と話した時に普段通りの会話が続くのか、それとも相手の表情や会話のトーン、声のトーンに何かいつもと変化があるか、ここで違和感を感じたり変化を確認できたら嫉妬している可能性があります。で嫉妬は人によってするしないが分かれる部分でもあるので、あまり鵜呑みにはしすぎないようにしましょう。あくまで参考材料の一つです。両思いを確かめる方法5つ目です。5つ目が、たわいのない関わりが増えたかどうかです。あなたもそうだと思いますが、そんなに親しくない人から何の用もないような LINE が送られてきたら、ちょっとイラッとしたり、なんだよって気持ちになると思うんですけど、好きな人から何気ない LINE が来たら嬉しいじゃないですか。特別用がなくても話したいじゃないですか。この心理をうまく使って、好きな人が業務連絡だったり、あなたが LINE をしなくても自分から用事もないのに LINE を送ってくるかどうか、リアルでは話しかけてくれるかどうか、その回数に注目するんです。これも人によって最初から会話もないような会話をする人もいれば、生産
男性の鬼で、親しくなってからも意味ある会話しかしない人もいます。なので他人と比べて他愛のない関わりが多いかどうかではなく、初対面や仲良くなった当初と比べて他愛のない関わりが増えたかどうかに着目するようにしましょう。もし増えているのであれば、特に用事がなくてもあなたと関わりたいと思っているかもしれません。続いて両思いを確かめる方法6つ目です。このあたりからさらに可能性が高いものになっていきます。6つ目はあなたが言ったどうでもいいことを覚えているかどうかです。人間の記憶ってどうでもいいことは忘れるようにできています。なのでどうでもいい人が言ったどうでもいいことってすぐに忘れちゃうんですよ。でもあなたがどうでもいい人じゃなくなって気になってる人だったり大事な人に変わっていくと、あなたが言ったどうでもいいことはどうでもいいことじゃなくなります。その結果、そんなことも覚えてくれてるのっていうような現象が起きます。場合によってはそういった細かいことまで覚えておいて、あなたにサプライズをしたり喜ばしたいと思っているかもしれません。なので相手と会話していて意外と自分のことを覚えていてくれたら、あなたに対して好きな感情があるかもしれません。そして残り3つですね。7つ目に行きます。両思いを確認する方法7つ目は2人きりの予定を OK してくれるかどうかです。そもそも仲良くないやつだったりどうでもいいやつと2人きりの予定を OK しません。なのでこれを OK してくれたら少なくともあなたの優先順位が高いということがわかります。そしてもちろん2人きりの予定を OK してくれるということは必要以上に警戒されていないということでもあるので、あなたのことが気になっている可能性が高いです。なのでぜひ仲良くなってきたらデートとまではいかなくても2人でできるような予定を誘ってみるようにしましょう。では残り2つです。8つ目に行きます。両思いを確かめる方法8つ目はあなたのことを褒める回数に着目することです。あなたが恋愛って難しいなって思ってるように、相手もよっぽどの達人でない限りは恋愛って難しいと思っています。どうやってアプローチすればいいのか、どうやったら好きになってもらえるのか、この感情をどうやって表現すればいいのか、すごく難しいと感じています。で、恋愛で困ってどういうアプローチをすればいいかわからないと、人ってどういう行動を取ると思いますか？そう、それがあなたもやったことあると思うんですけど、相手を褒めるという行動です。好きな相手に対して迷うと人って褒めるんです。で、もちろん本当にすごいと思って褒めてることもあると思うんですけど、迷って褒めるという現象が起きるので、褒める回数が気になる相手に対しては非常に増えます。なので前よりもすごい自分のことを褒めてくれるようになった、それはもしかしたら両思いのサインの可能性があります。では最後の一つに行きます。これは結構重要です。ただ細かいニュアンスの違いもあるので集中して聞いてください。9個目は間接キスになるようなことを仕向けられているかどうかを見ることです。これ誤解されがちなのが、間接キスって別に親しい関係であれば好きでなくてもすることです。なので恋愛経験が少ない人だったり異性との関わりが少ない人ほど1回の間接キスで役割なんじゃないかって断定してしまうんですけど、これはちょっと違くて、好きだからって間接キスしたいって全員が思うわけではないんですよ。ただ全員が共通認識で持っているのは、間接キスっていうのがちょっと恋愛的な意味が含まれていて、かつそういうことをされるとドキドキしてしまう人がいるっていうのは全員の共通認識なわけです。なので間接キスを好きな相手としたくてするんではなくて、恋愛アプローチの一つとして間接キスを使うという人が結構います。この私の飲んだペットボトルを渡したらドキドキさせられるかも、そんな感じです。でもこれってあなたのことをドキドキさせたい、好きにさせたいという感情が含まれたアプローチなので、間接キスになるようなことを誘導された場合、相手はあなたのことが気になっている可能性があります。ポイントはあなたが間接キスになるようなことを相手に誘導して、それを OK してもらったからって役割とは限らないです。そうではなくて、相手から間接キスになるようなことを誘導された場合は、あなたに好きになってほしいと思ってやってる可能性が高いので、脈ありの可能性が高いということです。以上、好きな人と両思いを確かめるための9つの方法でした。でもすぐにでも過去のことを振り返ってみて、あれは脈ありかも、もしかしたらもう今この時点で好きな人と両思いなのかもしれないみたいなのをやってもらって大丈夫です。で、当てはまったら全然喜んでください。喜ぶところで止めるようにしましょう。9つのうちの1個当てはまってたからって調子に乗って彼氏ずらしたり彼女ずらするのは恋愛においていい方向には進みません。何せ今日紹介したものは脈ありだとしがちだけど脈なしでもしないわけではないの。なので当てはまってた数を数えて、お、脈ありかもしれないっていうワクワクした気持ちで次好きな人にアプローチしてみてください。結果的に好きな人から魅力的に思ってもらえますし、この9個のうちの当てはまる数もどんどん増えていくと思います。こんな感じで楽しみながらアプローチできれば、ちょっと嫌なことがあってもきっとすぐ立ち直れると思います。それでも辛いことがあったらまた僕の動画を見に来てください。いつでもあなたがやる気が出るような動画を出しています。それでは今日の動画の内容を簡潔にまとめます。両思いを確かめるための9つの方法が、1個目が相手の視線に変化があったかどうかを見ること、2つ目が以前と比べて相手の距離が近くなったかどうかを見ること、3つ目が以前と比べて既読スピードが上がったかどうかを見ること、4つ目が他の異性と話していて嫉妬していそうかどうかを見ること、5つ目が他愛のない関わりが増えたかどうかを見ること、6つ目があなたが言ったどうでもいいことを覚えているかどうかを見ること、7つ目が2人きりの予定を OK してくれるかどうか、8つ目が褒めてくれる回数が増えたかどうか、9個目が間接キスの誘導があったかどうか。以上ということで、近いうちに付き合うために最低限やらないといけないことに関する動画も出すので、見逃したくない人はチャンネル登録だけしておいてもらえるといいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。